彼は試練を超え徳川の巨星となれるのか。井伊直政と赤備えの伝説が今始まる。新生の章。赤備えの力か。井伊家当主直虎の養子で知勇兼備の若者である。直政が幼い頃、彼の実父は今川に謀反を疑われ銃殺。直政自身も命を狙われるという過酷な日々を過ごした。桶狭間の戦いの後、今川家から独立した徳川家康は幼き直政を抱えて苦労している直虎を保護。直政に才を見出し家臣として取り立てた。直政は家康に恩を返すべく必死に己の才能を磨いた。やがて若くして徳川軍の先鋒を任されるまでになる。そして今、徳川のために最善を尽くすべく、直政は戦国最強と謳われる武田騎馬隊と対峙した。新生の章、長篠の戦い。最善を尽くす、それだけだ。やってみろ、新入り。武田に囲まれている長篠城と信政を救う。富ヶ瀬山砦へ攻めかけよ。トラムさん、位の方々の言うことをよーく聞いてですね。母上、ご心配には及びません。それと幼名呼びはそろそろやめてください。最善に尽くしたまでだ。
山砦への道は開けた。みんなわしに続け。酒井殿、先陣を切ってもいいですか。徳川のために最善を尽くさねばなりません。でもわしに続けって言ったよね。南に兵が集中し、織田本陣周辺が手薄。馬防柵があるとはいえ心配ですね。武田騎馬隊は不滅。馬防柵を突破し信長を撃て。徳川軍が長篠城にかかりきり、織田本陣は手薄ぞ。任せやれ。そのまま長篠城へ向かうのだ。かかったな、勝つより。しまった、まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を殺しました。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな、山形正景と赤染め俺にあり。再び策を蹴倒す。信長の首を断ち切れ。開門。直政水産赤染め、奴らは任せやれ。なぜ死に急ぐ。敵将5人撃ち取りました。普代の方々、俺に続いてください。なおやつめ、ちょっと敵を勝手に。わしらとてちゃんと働いておるわ。そう動くな。昔の我らもそうだった。若く一途でどうしようもなく長篠城をさっさと落としちまいましょう。任せやれ。最善を尽くしたまでだ。敵将を討ち取った。待たされた。親方様、信長の首には今一歩及ばず。勝頼様、どうかご無事で。してくれるわ。勇ある者は本多平八に挑め。なおばさん、彼に挑むとは勇敢な将だった。ついてこれるか。古き者の不動よ、生き古き時代と共に。無駄死にという人もいるかもしれない。だがこれが武田のための最善だった。馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。
来るとは。任せられ。攻撃はし、戦況を変えるつもりか。抗うか。無価値。お見事にござった。長篠城の守備結構固いね。なら。城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。織田本陣へ突撃する。父の仇今こそ討たん。まだ馬防柵に突っ込むか。武田武者よ、無謀なれど心が熱くなる。もののふの魂この槍にて貫かん。敵将討ち取った。最善を尽くしたまでだ。信長を討たば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。増兵の処理に不代の方々の力はいりません。俺一人で十分です。直政は確かに強いが恐れに知らぬ。そして頼ることも知らぬ。最善を尽くしたまで。危ないところであった。真田侮るのだ。一人で突っ込んだ戦に戦場では何が起こるか分からん。何ですかいきなり。ちゃんと結果は残しましたよ奥平さん。功労はいただきますよ。開門。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。待たされ。武田はまだ終わりではない。馬場様、内藤様、攻めましょう。開門。エゾン武装ではまだ兵力を残していたか。追ってはおけぬ。さて、伸びゆきたちとこうしようか。直政はまだ他の者とうまくいっておらぬか。だが、ゆくゆくは徳川を支える柱となろう。俺も焼きが回ったもんだ。ここは譲れない。いざ参る。敵将、我が明治の記憶に留めろ。貴様ら程度では俺に傷一つ残せない。ある者は本田平八に挑め。見事徳川の先鋒に直政ありよ。敵将討ち取った。
てたしな。まだ程度では俺に傷一つ残せない。最善を尽くしたまでだ。任された。もはや武田の敗北は必至。誤算して逃げ延び再起を図ろうぞ。ライドン、あるうつ血のために最善も尽くさず逃げるだと。ダメだ、ダメすぎる。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。最善を尽くしたまでだ。戦に不代も戸玉も関係ありません。違いますか、母上。いや、そう、正論なんですけど。うん、この冷たい視線が本当に。彼に挑むとは勇敢な勝負だった。任せあれ。敵将、討ち取った。騎馬隊に襲われし時、武者を一気取り逃がしたな、新人。ええ、俺の精進が足りなかっただけです。許しなければ。一人でやり遂げられた。一人でか。次もその次もそのまた次も、その油断なくやれるならそれもよだろう。最善を尽くしたまで。相手ではなかったか。勇悪者は本田平八に挑め。そしてその戦ぶり、我が血もたぎるわ。ついてこれるか。これるか。敵将、討ち取った。皆大義、これで武田も終わりぞ。武田武者の戦いぶりは実に見事だった。それに比べて徳川譜代家臣はどうだ。なんです？俺の顔に何かついてますか？
いや、よくぞ生き抜いたと思ってな。あれだけ好き勝手やれば普通は死ぬ。徳川が勝てばいいんです。たとえどんなに傷が増えようと。お前が傷つくのは構わんが、周りの者を巻き込むのは感心できぬ。お前を救おうとした者が討ち死にしたらどうするつもりだ、新入り。ダメです、ダメすぎます。で生き残れないのは精進が足りないからです。そのものが弱いからです。俺は常に徳川にとっての最善を考えて戦っています。もう突っかかってこないでください。直政、こたびの戦も見事な働きだった。それにわしの窮地も救ってくれたな。ありがたきお言葉ですが、まだまだです。一気取り逃がし、忠勝殿の助力を仰ぎましたから。相変わらず己にも厳しき男よ。してお主は武田の赤備えをどう見た。屈強にして勇猛果敢、戦国最強の名にふさわしい部隊でした。鉄砲を前にしても臆せず前のめりにし、強き意志がなければあんな攻撃はできないでしょう。わしも同感よ。その戦ぶりはあっぱれというほかない。そしてあの果敢な戦い方、わしはお主の戦ぶりとよく似ていると思った。家康様、直政、お主は今より武田の赤備えを、その強き魂を継ぎ、戦国最強の名を欲しいままにせよ。はは、いいの赤備え。これからも家康様のために最善を尽くしましょう。